この春、内沼温泉トマットベリーな町とタンクマのコラボレーションで実現した春遊びプロジェクト、大自然阿蘇内沼で田植えをしてランチして温泉に浸かって町歩きという田植えを体験しつつ温泉街を遊び尽くす充実のプラン。 WebTV 阿蘇では参加者の皆さんがその手で植えた稲の成長を定期的に配信、稲の気になるその後をお届けしていきます。この日はお天気にも恵まれて暖かい春の陽気。田植えの指導にはベテランの内田農場さん、準備万端です。いよいよ田植え開始です。水を張った田んぼに入るとすねまでぬかる足場に、あ、気持ちいい。おやめ、ちょっと結構入るんだ、ちょっと冷たい。4月の阿蘇の田んぼはまだ少し冷たかったみたいです。初めての経験に四苦八苦しながらも印に沿って一本一本丁寧に植えていきます。真剣に、そして楽しく、田んぼからは終始明るい声が絶えませんでした。子どもたちは泥んこ大好き、はしゃぎながらも一生懸命に植えています。もうでも慣れてくるよ。はい、いいのよ、お兄ちゃん早いね。もう一個前にあります。印をずらしながら参加者全員で一列になって植えていきます。田植えはいかがでしたか？感想を聞かせてください。あ、楽しかった。楽しかったです。はい、頑張りました。田植え超楽しい。田植えどうやった？田植えは。汗ずっし。超気持ちよかったです。おー、いいね。今日は何で参加したの？今日ですか？今日汚れたくて参加した。汚れた。それがどうしても汚れた。最近綺麗すぎて。ああ、すっかり泥だらけ。でも汚れた体は用水路を流れる阿蘇のきれいな水でさっぱり。でも楽しかった。ありがとうございました。そして一行は花遊びで地元の素材を使った美味しいおふくろの味を堪能。農作業の後のご飯は格別です。さて、みんなが頑張って手で植えた田んぼ、気になる稲の成長は1ヶ月後に配信予定です。お楽しみに。